地方、ノイアーさん、やはり日本を甘く見ていた。ドイツ代表ゴールキーパー、マヌエル・ノイアーがカタールワールドカップ敗退を振り返った。日本戦ではいいスタートを切れたし、前半はコントロールできた。このままいけば、2対0か3対0で勝てると思っていた。とコメント。それでも、なぜドイツはグループステージで敗退したのか、との問いには以下のように続けた。日本戦の後半だ。本当にひどかった。スペイン戦はとても良かったし、ワールドカップでも最高の試合の一つと評判だった。コスタリカ戦も問題なかった。最終的には、得失点差で敗退に追い込まれてしまった。ルディガーがナメプしたから。2、3点差で勝てると思った。もうこの時点で、ドイツはおごりがあったんだと見て取れるわ。大したフォワードも中盤もいないのによくやったよドイツは。浅野があんな一生に一度のゴール決めるなんて、ドイツ人も日本人も予想だにしなかったからな。対戦した4チームでは、ドイツが一番強かったのは間違いないな。でもあれだけシュート外したな。チームの得点源が、キュンドアン32とニャブリ27で、若手のホープが見当たらないってのは深刻な問題。あの時はドイツに勝つのは無理という声だらけだったな。作戦次第で勝てるのは分かっていたはずなのに、なんでみんなあんなにネガティブだったんだ。俺も5点差ぐらいつけられて惨敗すると思ってた。日本がここまで強いとは思わんかった。ブンデス日本人取りまくってるくせに舐めてたのか。だからこそだろ。ドイツ代表はバイエルンに集まっているけど、日本人はブンデス注意下位の実力だから、2対0か3対0で勝てる相手だと考えていたはず。吉田が大会前にドイツメディアの取材受けた時、取材クルーがそんな雰囲気プンプン漂わせてたらしいな。ミュラーとキュンドアンを早々に下げた監督のせいだろ。あいつら出続けてたら負けてたわ。日本が弱いと思っていたのが見え見え。まあ実際強くはないんだけど。森保、前半に死んだふりして後半に奇襲かけたろ。突然ギアチェンジして攻勢に出た日本の攻撃に対処できなかったが、コスタリカ戦の日本の守備陣と同じ。いやでも、日本の相手ではドイツが圧倒的に強かったよ。10回やったら、5から6回はドイツが勝つだろう。後半ひどかったというより、混乱するように日本側が仕掛けて、その策がうまくはまってしまったということ。ドイツに勝てたのは奇跡に近いが、スペインより強かった。